こんばんは、平井弘明です。日を改めましてちゃんとやらさせていただきます。今回は結果的に左の引っ掛けだったりボールを強く打てないっていうお悩みにつながるんですけども、まっすぐ引いてることがまっすぐじゃなくなるってことなんです。皆さんテイクバックをまっすぐ引こうとしてこうやって永遠にまっすぐ引いてるんですけど、それまっすぐじゃないんです。それの解説動画を撮っていきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。自分の理想のまっすぐ、本当のまっすぐ、こうなるんですよ。こう。体の回転に対してのまっすぐがこっちですよ。自分が引きたいと思っている理想のまっすぐがこっちですよ。こうなるんですよ。ってことは、ここが体の回転に対してまっすぐなんで、それに対してここにターゲットに対してずっとまっすぐ引いてたら、実質アウトサイドになるんですよ。アウトサイドに上がって、こっから普通のスイングをしようとしたら、こうやって引っ掛けるんです。なんで、パターアプローチもそうなんですよ。こうやってまっすぐ構えて、こうやってまっすぐ引こうとしてたら、それってアウトサイドなんですよ。で、アウトサイドに上がったら、インに引くんで引っ掛ける。要はショートパットが入る。だから体の回転に対してヘッドが同じ距離ずーっとこうやってキープできてたら、ヘッド自然とこうやってインサイドに入っていく。それが自分の体の回転軸に対してのまっすぐなんですよ。で、それがヘッドを自分でアドレスで見てるんで、そのヘッドを見ながらまっすぐまっすぐまっすぐって、もうこの辺からも外れるんですよ。で、外れてずっとまっすぐ行くと、いろいろクロスしたりとかいろんな弊害が出てくるんですよ。で、しっかりと体の回転軸に沿ってヘッドを使った。それが本当のまっすぐ。そのこう勘違いが生まれた時点でミスショットが増えてしまうので、そこを気をつけていただきたいポイントになります。これ結構重要なんですよ。意外と見てて多いですよ。俺前一回聞いたよね。まっすぐ引くってどういうことって動画出したよね。出した。そう。俺、一回遊びで打ってる時にもっとまっすぐ引いた方がいいよって言われた時に、まっすぐってどっちって思ったの？そう、まっすぐだと、そうじゃん。その、ターゲットラインでまっすぐ引くけどさ、そっちでいいのかなって。まあ、多分、でもめちゃくちゃ多分インに入っちゃってたから、まっすぐ引いてって言われたから、それでもちょうど良くなったんだろうけどね、その時は。俺はね。確かにその時は詳しく言ってないかもしれない。うん。ああ。なるほどね。いや、それある。あのね、本当に見てて多いんだよね。こうやって。それに、でもそれにまっすぐ引くって思っちゃうよね、まっすぐ引けって言われたら。そうだね。そうだね。で、うん、体の回転軸に対してこうやって引くと、インサイドに入ってるとやっぱ思っちゃうよね。うん。でもなんかそっちに引くとさ、ね、インサイドの方に行くとなんかこう、やっぱインサイドロールみたいになっちゃうもんね。あ、なりやすいね。だから、うん、アドレスのこの左の角度あるでしょ。うん。まあ、クラブと腕でいいや。クラブと左腕の角度を変えないで、こうやって取っていくんだよね。あ、でもあれだ、答えになっちゃうけどさ、その時言ってくれたかも。その、ボールの後ろ何センチまでまっすぐ引いてって言ってた気がする。あ、言うでしょ、よく。あ、言ってた。ね、やっぱポイントは言ってんだよ。そっか、それ以上はまっすぐ引いちゃダメ。ダメ。ダメ。あ、なんとね、60センチなの。なんか、それ言ってた気がする、そういえば。言ってる。ポイントは言うから。めっちゃ言う。そう。ただ取ったこと忘れてたもんね。そう、この辺。この辺だけ？そう、60センチある。この辺までは、うん、要は右スパイクを通過するまでは、まっすぐこう引いて、うん、そっから回転でこうやって入っていく。あとはもう、体のなりでいい。そう。今上げるテイクバック。このテイクバックって、体の回転と腕が上がる。それは当たり前。だけど、その他に一つしかやってない。縦コックしかいない。そう、だから、体の回転と腕の動きがなかったら、こういうバックスイング。そう、それを腕の動きと体の回転。こう。そうすると、この位置。だから、こうも、こうも入る。ああ、そうか、そうか。こういう感じなんだよ。うん。こう。こう。この位置。うん。それはね。なるほど。じゃあ、そこまでしかまっすぐ引いちゃダメなのね。そうそうそう。で、その時に、それをきれいにやろうとすると、
膝と肩までが同じ回転量にこうやってなる。ことが、そうすると、こうなる。なりやすい。ここから下は、あんまりアドレスから変わらない。ポロシャツの部分だけが、捻転するイメージ。こうやって。そういうイメージ。そうすると、綺麗にトップが決まる。下まで動くと、軸問題が発生して、こうなりやすい。あとは、こうなっちゃう。いろいろ出るから、お腹のここの部分はきっちり止めておいて、上半身だけぐーっと出ちゃう。その意識すごい大事。今いいですよ。で、あの意識を持って打ってあげてあげます。今のなんかも。そういう感じ。こういう感じ。こうではないってことですよ、ね。それがすごく大事。もちろんそれよりも左の方がフォローするのが大事ですよっていう動画も出してるんですけど、まあ、その前にフォローするのいいところ、自分の取りたいフォロースルーのところに持っていくためのバックスイングなんで、もちろんおろそかにはしてはいけないんで、今回その動画としてやらせていただきました。やっぱり、まっすぐまっすぐっていう気持ちが強いと、こっちに引きすぎてしまうので、体の回転軸とともに、ヘッドと体の距離を変えないで上げる意識。で、その時にインサイドに入りすぎてしまった場合っていうのは、コックするタイミングが少し遅いですよってことなんで、回した、コックした、回した、コックしたっていう度合いをこう調整しながら、ここに持ってきてあげる意識。で、トップを作ってあげると、すんなりとスムーズなバックスイングになりやすいんで、その意識でテイクバックを取ってみてください。これさ、はいはい、どんな人が意識した方がいいの、例えば全員じゃないわけでしょ、全員じゃない。とね、なぜか引っ掛ける人。いろいろ話を膨らましていい、テイクバックで勝ちすぎちゃう人とか、ブライトになりすぎる人とかが、こういう意識を、まっすぐ引こうとしすぎてる意識をしてる方が多い。本当は、ここに、こう、ちょっと斜めにこうやって入ってこないといけないんだね、クラブって。アドレスのこの角度から、こう持ってきた、この辺に、こうやって、バックスイングって来ないといけないんだけど、これが、こうなったり、こうなったり、こうなったり、する人っていうのが、まっすぐを意識しすぎてる人が結構多いよね。それの注意点。あとは、スイングプレーンがこうなっちゃう。まっすぐ引きすぎると。こういう軌道になりやすいんだよ。結局、この辺外に外れてる。乗った人だから、あとは、どう頑張ってもスライスが治らない人。なんか、まっすぐ引きすぎて。それは、さっきも言ったように、アプローチパターンもそうなの。ショートパットが入らない。ラインがいきなりずれる。っていうのは、まっすぐ引きすぎて。体の回転にこうやって合ってないのかって。あ、なんかパターとかさ、余計まっすぐ引きたくなっちゃうもんね。そう。パターこそじゃん。そう。一番出るもん。なんかまっすぐ引いてまっすぐ打ちたいもん、ね。そう。これがね、こうなりすぎちゃう。やっぱりね、こっちなんだね。あ、ちょっとそっちなんだ。そう。それでまっすぐ打てんだ。そう。こう。ああ。これがね、ダメな方。ダメなまっすぐ。これがダメなまっすぐ。これが正解。しかもさ、そこにさ、そうやって線入ってるから余計さ、そうなの。まっすぐ来たくなる。やらされちゃうの。ねえ。あのね、レールが強すぎちゃうの。あくまでも、このサイトラインっていうのは、アドレスした時のどこ向いてるかなっていう目安。だから、ここにストロークしてくださいよっていう線ではない。ああ、そうだけど、やりやすいじゃん、それ。ね。線引いたんだろう。しかも、こんな角なんて出てきちゃう。めっちゃレールじゃん。レール。そう、それが惑わされちゃう。その理由として、クラブが、売ってるクラブがアップライトする。これね、2度フラットにした。じゃあ、振りやすいですよ。パターン2度フラット。やばいですよ。へぇ。通常ね、こうなっちゃう。普通のパターン。あ、そうなんだ。そう。でもこれね、楽なのよ、2度フラットだから。トンってしたところに、ビタッてつかむ。はいはい。こうやって。こう。結果どうなるかって言ったら、はい。いいじゃん。いいでしょ？いい。めっちゃ2度フラット入る。だからそういうストロークをしやすい角度にクラブをカスタムするっていうのはすごくいい。話戻すと、まっすぐを意識しすぎて、こうやって上がるでしょ、うん。そしたら、こう振ってんのじゃん。
一緒になっちゃうから左引く。こうあったがったら、うん、こうやって扇を描くでしょ。だからセンターが取りやすい。ここが。ああ。こうやってやって、こうなったら、スムーズな体の動きができなくなる。感覚が出なくなる。要は、まるっきりそれこそ形だけになっちゃう。はい、だから、引っ掛けが多かったり、要は距離感が出なかったり、球が捕まえられなかったりっていうのが、バックスイングをまっすぐを意識しすぎて、途中からアウトに外れちゃってますよっていう方に向けて、ちょっと、まあ、参考になったらいいなと思って、撮ってみました。気に入りますよね。気に入ったらこういうボタンです。よろしくお願いします。ですね。こういう、なんか、ちょっと自分の中で見つけた、あ、これちょっと知っていただきたいなっていう動画を、まあ、今後も撮っていきたいと思いますので、ぜひ、ワンラップゴルフをよろしくお願いします。最後にご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフでは、オンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。